ソフトバンク、藤本監督、明日負けたら終わり。ソフトバンク藤本監督、明日負けたら終わりなんでね。初戦大敗、ファイナル進出には2連勝のみ、ソフトバンクは初戦を落とし、後がなくなった。先発のスチュワートが3回途中4失点と乱調。リリーフ陣も失点を重ね、打線も柳田のツーランのみに終わった。ファーストステージ勝ち抜くには2連勝しかなくなった。試合後、藤本監督は、負けは負けなので、明日負けたら終わりなんでね。切り替えていくしかない。選手も明日負けたら今シーズン終わりと分かっているわけだから、勝つしかない。そういう気持ちでやってくれればいいんじゃないですかと話した。いつもの藤本監督でした。いいんじゃないですか。ってまるで街頭インタビューみたいだな。これじゃあチームの士気なんか上がらんわ。いや選手は負けてオフに突入したいだろ。気持ちというか実力不足やな。去年から監督変えるのが一番コスパええって言われとるがな。最初のシュートの頭空っぽプレイで決まった感あるよな。ほんとこのチーム野球偏差値低すぎやろ。育成選手含めて若手の目の色変えさせるには監督交代も必須だが使えない選手は即育成落ちさせんと。そもそも支配下枠をフルに使うとかありえんからな。毎回毎回切り替えてしか言ってないやんけ。選手の気持ちも見えんしな。昨日の今宮の会見の覇気のないことないこと。ま、藤本が辞めるんなら明日負けてもええわ。他ファンだけど本当に選手全然おらんね。スチュワート一番手とかびっくりするわ。2年契約の契約満期だろ。ヒゲがキーマン周到、とか言うからこんなことになった。明日スタメンガラッと変えられるならかろうじてワンチャンあるけど多分今日と同じだぜ。周到が怪我かもしれんから一番変わる可能性がかろうじてってくらい、切り替えても同じ試合繰り返してるだけだな。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。